はい、北山です。今日ちょっと北山流の、ちょっとなんかよく珍しいとか言われるフットボールの仕方をやってみたいと思います。まずデックスのフットボールですね。これ、もうお店に並んでるんですけど、今回はまあ基本的には 11g を僕はよく多用します。でこっから、ちょっと重い方がいいなと思ったら12にしたり、軽い方がいいなと思ったら 9g にしたりとかします。でこのデックスフットボールの特徴なんですけど、まず大きな特徴としてこの横合いで前重心 になるということですね。で、まあこれボトムについた時にですね、ちょうどこういう感じでこうラインがここに結ばってライン合いに結ばってるんですけど、これがこううまく引っ張ってくれるがためにこうなんていうのかな、ボトムにスタックしにくいということですね、特徴としてあります。で、まあ、あと僕が気に入ってるのはこのフットボールのこの、重りの部分というか頭の部分ですね、ジグヘッドの部分、これマットブラックに塗装されているので、クリアウォーターでもいけるし、濁っていてもまあまあしっかり目立つということ、あとまあ光沢がない分余分な反射をしてくれないということがありがたいですね。であとですね、このワームホルダーですね、見えますかね、このワームホルダーが、かなり細めのワームでもしっかりキープしてくれる、それからずれにくい、そういう特徴があります。あともう一つ、こうロングシャンクであるということ、これ僕はフットボール今から見てもらうと分かるんですけど、スイミングで使うことが多いので、このロングシャンクっていうのは実は非常に効くんですよ。バスがスイミングしてカーブフォールしてきて、それを追ってきてバクッと食うというちょっと雑い食い方をしますので、ショートシャンクよりはロングシャンクの方が、僕は非常に気に入っています。で今日はそれにですね、ちょっとバークレーから出る新しいこのツインテールの、トレーラー、専用トレーラーをつけて、専用というかまあトレーラーですね、トレーラーになるワームをつけて、ちょっと試してみたいと思います。まあ、ちょっと角度のあるバンク、こういうところを中心にしてやります。あんまり僕はね、岩盤よりガレの方が好きなんですけど、まず最初まあフリーで落としてやって、まあ今季節11月の後半なんで、もうバスがある程度深いということで、もう4メーターぐらいからスタートします。ボートポジションこれ17メーターですけど、まあ13メーターぐらいまでを意識しながらやっていきます。でこう一回こう跳ね上げて、竿先を若干下げながら、こうフットボールがバンクに沿ってフォールしていく。で垂直にフォールするんじゃなくて、ちょっと斜めにフォール、わざとカーブフォールさせてやる。でボトムにつくとラインがたるんだりとかして分かりやすいので、この張らず緩めずのまんまこう竿先をジグフットボールの動きに合わせて追従させていく。でボトムについたらすぐ、またリフトしてやる。でイメージとしてはボトムについた時にジグの速度がゼロになって、でそこからまたこう最高速の速度で上がるというか、まあ要はメリハリをつけてやる。トレーラーの役目としてはそのジグのフォールスピードをどれぐらいにするかっていう役目も含んでるんで、例えばこれがこうストレートワームとかやとストーンって落ちるからもっと速い感じになりますけど、あんまり速すぎてもねバスが追えないこともあるんで、基本的にはこうなんていうかな、グラブっぽいテールのものを使うことが多いですね。結構こういうスタンプエリアとかのバスが隠れれるものがあるところでのバンクでよく使うかな。あと岩とか、まあ、当然ね岩盤のフォールで使うこともあるんだけど、そういうのは夏場の方が多い気がする。
でボトムにトンってついた時に、ここはちょっとさすがに深いな。こういう時ちょっと糸出してやってるんですけど、トンってついた後にこうラインがたるむんで、トンってこうボトムに着底した感じの後に当たりが来るから、あの竿に伝わってくるまあ衝撃というか当たりみたいな信号は2回あることが多いですね。最初ボトムについた後にゴンってくる、結構当たりはっきり出るんで、あのすごい楽しい釣りですね。 Berkeley